静岡市と浜松市の市長選の期日前投票が今日から始まり、有権者が早速一票を投じていました。昨日、静岡浜松両政令市の市長選が告示され、今日から期日前投票が始まりました。来月9日の投開票日に仕事などの理由で投票所に行けない人が対象で、有権者に届いた入場券を持参することで投票できます。静岡市、浜松市ともに各区ごとに投票所を設けていて、静岡市の葵区役所では有権者が早速次の4年間を託す候補者に一票を投じていました。やはり子どもがいるので、子どもとか家庭、子どもがいる家庭とか親みんなが生活しやすいといいなっていうのは一番思ってます。前回の静岡市長選の投票率は 48.76% にとどまったため、静岡市では 50% 以上を目標に投票を呼びかけています。